はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。仮面ライダーゼロワンの44話の感想でございます。44話、いよいよどうなっていくのと思いながら見てましたが、正直話していいですか？産主さん的になんであんなお家にしてんのって思いました、正直。ちょっと辛口的な感じではないけど、まださっき、多分19時半に上がりますけど、多分ウルトラマンは21時半ぐらいに上がりますけど、ウルトラマンは新しいやり方っていう、なんだろう、ゼロワンが最近面白いのが面白く、これ辛口コメント的な方で言うと面白いのかなと思いましたけど、いよいよ最終回っていうことでね、来週。役者さんの役とかはうまく、やってるんでしょうけど、この大変、コロナの中お疲れ様でしたっていう、あれですね。なんかすいません、ざっくり、ふわふわしてて。そんな感じの感想で終わらす、ざっくり言う。不破さん変身したけど、変身できなくなるってよ。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。